続いてのカードでございます。超新星5番勝負ザ・ファイナル、天咲美優対安住両選手お願いいたします。それではご着席ください。さあ、超新星5番勝負もいよいよ第5戦ザ・ファイナルと銘打たれました。天咲美優選手、試合に対する意気込みをお願いいたします。はい、天咲美優5番勝負、今まで4戦やってきたんですけども、どれも一戦一戦すごく重くてすごくハードな試合を行ってきました。その試合すべて負けてしまったんですけども、自分の経験としてすごく大きなものになったと思いますし、すごく大切なものだと思っています。そして最終戦5戦目、同じユニットでパートナーである安住さんと02ラインのパートナーとしてふさわしいと思われるような試合にしていきたいと思っています。では安住選手、いかがでしょうか。はい、まあまず美優はなんで5番勝負安住を選んだの。パートナーとしてすごく自分では今まで物足りないなと感じていましたし、これから一緒に戦っていく相手として自分がふさわしいと思われるような、安住さんにふさわしいと思われるような人間だと思ってもらうためです。じゃあ今まで5番勝負4戦して何か得られた。いっぱい戦ってきて4戦か。誰、ジュリア、中野タム、七重さん、誰だっけ、渡辺桃、シュリさん、あ、シュリさんか、あ、そこちょ、わかんないけど、なんか得られた。初期の頃と比べて粘り強さだったり気持ちの見せ方だったり、そういう部分は得られた。でも別にさ、さっきからさ、別に綺麗にまとめようとしなくていいの、わかる。正直身内のね、安住に伝わってないし、安住に伝わってないってことはさ、これを見てる配信の人、お客さん、伝わってないわけ。言われるでしょ、 SNS とかコメントで。顔の見えない人たちとかに感情がこもってないとかさ、技がどうとか、顔だけかよとか言われて悔しくないの。前のさ、渡辺桃との試合だってさ、試合後のマイクでさ散々言われて言い返した。あれ言い返してないでしょ。ねえ、美優だって頑張ってるけど、自分のね、言われて自分だって変わりたいと思ってるし頑張ってるけど、それは自分についてこなくて不甲斐なくてすごく落ち込むこともたくさんあると思うけど、それでそれが伝わってなかったら何の意味ないの、わかる。ねえ、悔しいでしょ。ねえねえ、そうでしょ。え、泣いてるの。え泣いてる。泣くわけねえだろ。そんなことで泣くように弱い女だと思ってたんです。思ってた。でそんな弱い女じゃないの。それさ、今それができるならちゃんと試合で見せないと意味ないからね。わかってる。自分でちゃんと自分のハードル上げなよ。できるんだから。そうでしょ。それを、いや、ミユの全力を私にぶつけたって私は壊れないから。全部ぶつけていけない。それで逆に、安住を泣かしてみなよ。できるの。泣かしてやりますよ。やりますよ。やりますよなの。戦うんだよ、次。わかってる。はい。はいじゃねえだろ。どうすんだよ。泣かすのか泣かせるのかどっちなんだよ。泣かします。マスじゃねえだろ。泣かしてやれ。おー、やってやるよ。じゃあよろしく。
ない、ここはな、叩くんだよ。わかるか、わかってる、これ5番勝負最後だからね。笑ったやつもそうだよ、わかる、伝わってないの、笑われてるの。今、判断の真面目だけどね、ミユの本気、お客さんにも、選手にも、小川さんにも、私にもちゃんと見せろよ。わかった。以上、超新星5番勝負でございました。